昨日は AAA の東京ドームの2日目があって、で行ってきました。だからね、もうみんなね、メンバー、そうなんだよね。もう16、7からね、一番早いの宇野かな。16歳とかからさ、ずっと見てて、でもうなんか2年3年って、1年2年ずっとレッスンさせて、いろんなオーディションね、社内のオーディションとかにも出して、どうしようかなとか思ってた時もあって、で西も17ぐらいかな、出てきたのは18ぐらいかな。とにかくもう子供の時からいるから、そういう子たちが大人になって、それぞれやっぱり自分の意見を持つようになって、まあね、なんともライブを見てて感慨深い思いが、いろんなことがね、思い出されるから、まあいろんなことあったなって。でもまあ彼らが選んだ道ですから、もはや大人なんで、これから先の人生まだ長いんでね、頑張っていってほしいなって思いながらも、寂しい思いもあるし、なんつってもね、次に続くアーティストがね、まあダイスとか頑張ってるけど、なんか昨日見てて、もう年齢とか、俺が自分のことがなんか年寄りだとかじじいだとか言ってること自体がもう自分に対して言い訳してるなっていう感じになってきたんで、ちょっとなんか作らにゃあかんなと。でもやりたいことがいっぱいあってさ、今、困っちゃってんだよね、時間がなくて。昨日もなんだかんだで何箇所行ったんだろう、なんかちょっと前とは考えられないくらい忙しくて、非常に健康ですよ。